姫ピック。 FM 元気がお届けする姫路の最新情報、姫ピック。今週のピックアップ情報はこちら。紅葉の書写山で仏教芸術に触れてみませんか。紅葉の名所書写山で、普段は非公開の重要文化財の特別公開やもみじの夜間ライトアップを行う書写山もみじ祭りが11月11日金曜日から13日日曜日に開催されます。公開される文化財は国指定重要文化財の釈迦三尊像、阿弥陀如来像、金剛堂の天井絵。公開時間は午前10時から午後4時です。もみじライトアップは真二殿周辺で午後5時から午後8時に行われます。11月12日土曜日には円行寺常行堂で和太鼓演奏者陽介さんを中心とする演奏ユニットによる曼荼羅の特別奉納公演のほか、天台宗僧侶の正明とのコラボ企画が予定されています。開演は午後4時30分、観覧は無料です。詳しくは姫路市観光課までお問い合わせください。続いて、宇宙の神秘を姫路で体感。小惑星探査機はやぶさ2が小惑星リュウグウから採取した物質を地球に届けた帰還カプセルの実物とリュウグウのサンプルを JAXA の協力により特別に公開します。はやぶさ2帰還カプセル特別展示は11月25日金曜日から29日火曜日までアクリエ姫路展示場で開催。入場は無料です。また関連企画として国際宇宙ステーションに滞在した JAXA 宇宙飛行士大西拓也さんによる特別講演宇宙への挑戦を11月26日土曜日に開催。ただいま参加者を募集しています。参加希望の方は11月11日までにはやぶさ2事務局までハガキかメールで申し込んでください。参加は無料、定員は300組600人です。詳しくははやぶさ2事務局までお問い合わせください。姫ピック、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。